一二三元台湾辻です。皆さんおはようございます。今日は三元女子メンバー全員昨日三元ハウスで泊まったで今から寝起き焼肉パーティー。イエーイ。昨日お肉たくさん買った。今から他のメンバーを起こします。ということで今日の企画は寝起き焼肉とパーティー。女子メンバーを起こします。カンカンカン。起きて。焼肉食べる。おい、焼肉パーティー。食べない。早く早く。え、今？寝起き。そうです。おはようございます。おはようございます。今からパーティーします。おはよう。焼肉パーティー。待って待って。え？おはようございます。焼肉パーティー。起きて起きて。今から焼肉パーティーよ。起きて。おはよう。起きて。またマジでマジですって言うんだけどどうしよう。早く早く見て見て浅井の線。ちょっとなんでみーちゃんすんのすーちゃんちゃんとすっぴん映った。私オープニングすーちゃんのすっぴんですよこれ。いやね焼肉パーティー。えマジ。うん焼肉パーティー焼き焼肉準備されてるじゃん。何やってんの。焼肉パーティー。おー、おいしそう。キュートしてる。おー、おいしそう。美味しそう。いやー、シュシュ。早い。早いね。台湾式の焼肉のタイプでちょっと甘辛いやつ。あ前もさ焼肉パーティーの時私超驚いた。普通さ日本ってタレにつけて食べるじゃん、うん、でもさ台湾式はハキで塗るんだよね、うん、で男子帰ってきたらさ焼肉のさ匂いでもう自分が食べるびっくりするかな、ね、はいじゃあはいどうぞ。一人二枚ありがとう。おうめっちゃ熱い。暑い。今日はこれも用意してるんだよね。はぁ、あ、やっぱりあれだね。日本だと私は今ご飯が食べたいと思ったけど台湾は焼肉の時パンなんだよね。そう。はい、いただきます。重いね。朝からそうやな。大丈夫、ずつ大丈夫。私さ、朝がずつがめっちゃ食べてるところ見たことないんだけど。うん、おいしい。おいしい。足りる？足りない。どんどん食べよう。ね、思ったんだけど企画したずつが一番眠そうだよ。早くパーティーパーティー。イエーイ。次ね。フライやろう。なんか静かだね。みんなラスソースつけよう。ソース。これさ一枚一枚やるの、うん、台湾って、うん、これ家のやつでも。うん、へー、すげえ。おいしそう。おいしそう。ちょっと朝の乾杯しよう。イエーイ。イエーイ。ありがとう焼肉パーティー朝。
ったんだけどさ、私たち寝起きでさ、全然喋ってない。実は。いやいやいや。大丈夫。野菜？野菜。キノコ。え、リンゲちゃんかな？うん。キノコの。元気の子。台湾の焼肉の定番は？お肉。うん。あとは？お肉。あとは？お肉。さあ、何をしてるんだけど。でもさ、こないだつーちゃんが言ってたの、この天ぷらとかも入ってるんだよね。確かに。練り物入ってるよね。うんうん。これも台湾のソーセージですよね。ちょっとじゃあ。甘いんだよね、ちょっと普通よりも。さすがつづちゃんチョイスだね。緑の野菜とかじゃなくて。かわいい。なんか入れるね。あ、なるほど。絶対美味しい。あ、いいね。さすがつづちゃん。台湾の野菜にもソースをつけるってこと？うん。へー、一個一個。一個一個。大変だね。なんかよく焼肉するときは、うん、ソーセージ系係があるんですよ。あ、ほんと。待って、一番眠そうなの本当にすずなのよ。ありがとう、準備してくれて。でも企画したのだよね、これ。私めっちゃ元気になったんだけど、どうしよう。確かに。ご飯食べたら元気になっちゃう。企画者のような張り切りぶり。みんな食べて食べて。食べて食べて。でもずんちゃん企画の時はすっごいワクワクしてましたよ。そうだね。じゃあ焼肉。そうなんか食べ始めたら急になんかもうなんか終わった役目みたいな。そうだよ、終わった。役目終わらせたもん。お楽しみ終わった。タレつけます？ちょっとじゃあ。ちょっと、タミンタミン。じゃあ役目引き継ぎますか。本当に寝てるんだけど、どうしよう。大丈夫？大丈夫？おはよう。じゃあ、最近の楽しみ。あ、でもなんか台北のカフェとかまだ行ったことなくて。おお。行きたい、みんなと。行きたい。リリのリストめちゃあるよ。え、ほんと？ポケットリスト？マナちゃん、どうですか？私、完全にもうネットフリックスだよ、私。昨日さ、夜中さ、なんかふとマナちゃんを見たらすっごいニヤニヤした顔で携帯の画面見てて、一人で、あの部屋で、で、みんなリビング出て、なんか誰が、え、マナちゃん、あの、誰と喋ってるみたいで、面白いって、え、携帯に、怖すぎ、怖いよ。じゃあ、リリネはいきなりの泊まりが、あー、わかる。なんか最近、なんか作業するとき私いつもサインハウスにしてて、で、気づいたらもう結構夜になってて、どうしよう、帰ろうかな、まあいっかってそばに寝ちゃったのが超幸せだよ。起きた瞬間もう超元気満々になってて、でまた仕事始まるのがすごく楽しい。ここも今実はあれなんだよね、サインハウスで主に男子メンバーが住んでるお部屋なんだけど、すごいね、今日もう焼肉やっちゃったからね。あ、確かに入ったら怒るかな、びっくりするだろう。でもなんか確かにサインハウスができてからこうみんなが一緒に泊まるような機会が増えたりして楽しいですよね。じゃあ、つづの楽しみは？ないね。本当に？ない。大丈夫？何が大丈夫？楽しみないの？私、あの、普段と同じだよ。普段と同じなんだ。うん。新しい趣味はない。ああ、なるほどね。最近すごく良かったなと思ったところあります？焼肉。おお、暇じゃん。え、そう？全然大丈夫。大丈夫？事件が起きまして、ちゃんあの食べるのを放棄したという。本当に寝てる。本当に寝てる。どうしよう。しかも食べるって浅井が言ってもみんなで食べればいいじゃんとか話してて、話してたら食べるなとか。実はあれだね、ドッキリするのが楽しかったんだね。焼肉が十分じゃない。そうそう、朝起こしてる時が一番ダメそう。めっちゃ起きてたのに急に寝た。3人で食べよう。はい、続き食べましょう。最後の一口。はい、いただきます。いただきます。
パーティーのパーティーマンでした。わあ、どうですか。すごいね、すっぴんで焼肉パーティーいいね。うん、楽しいよね。しかも朝楽しい。楽しい。楽しかった。じゃあ食べ終わったら寝よう。寝よう。確かに寝よう。確かになんか朝から重いとさ、なんか眠くなるね。うんうん、じゃあこれ終わったら寝ましょう。イエーイ。じゃあ今度また寝起き火鍋しよう。お、思った。マジか。じゃあ今度はズズをドッキリしたいね、みんなで。したい。今度こそ。はい、ということで今日の動画はこれで終わり。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。バイバイ。もしこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。あと私たちの Twitter も下にリンクがあるのでよかったら見てください。見てください。見てください。それじゃあ